バイムレックは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争お及び、シュボバ。1940年のアメリカクラシックに看馬で、後の1990年に、アメリカ競馬殿堂入りを果たした。アメリカのオーナーブリーダーであった、エドワード・ライリー・ブラッドリーの所有する、アイドル・アーストック・ファームで生産されたサラブレッドの、競争馬である。母は後に、名品系の外なるラトロワンヌで、 バイムレックが生まれた当時には、すでに全姉のブラックヘレンが活躍していた。馬名は、ブラッドリーの友人ジョン・ハリスのあだ名であった、アビメレックが元で、そこから、戦闘の絵を削って、現在の馬名となった。ウィリアム・ハーレイー長教師のもと、1939年に、競争馬としてデビューした。サフォークダウンズ競馬場で迎えたデビュー戦で三馬審査の、楽勝を決めると、 エンパイアシティ競馬場でのアローワンス競争も経験と勝利した。サラトガ競馬場で挑んだ初のステークス競争、サラトガスペシャルステークスでも勝ちを挙げ、ホープフルステークスこそ、首座の危うい勝利であったものの、後のフューチュリティステークスでは1馬審半、ピムリコフューチュリティでは4馬審差で勝利している。その年は、無敗のまま6連勝を飾り、後に、 同年のアメリカ最優秀2歳イボバとして選出された。また、フリーハンデにおいても2歳ながら130ポンドの評価が与えられた。翌年に入って、バイムレックは4月のブルーグラスステークスから始動し、ダービートライアルステークスに勝って、王道クラシック路線の中心として扱われていた。本番となった、ケンタッキーダービーでも当然のように一番人気で、当日の前に、 とあるブックメーカーが提示した単勝4倍という倍率は、それまでのケンタッキーダービー史上最も低い倍率であった。しかし、この競争を制したのは、バイムレックではなく、ダービートライアルステークスで下していたはずの単勝36倍のアナウマギャラハディオンであった。競争の中盤までずっとバグンの外を回り続けたバイムレックは消耗し、 最後の直線でギャラハディオンに追い抜かれ、勝ち馬から一馬新半離された日着に敗れた。初めての敗戦から一週間後、翌戦のプリークネスステークスでは移転して調子を取り戻し、日着ミオランドに三馬新差をつけて優勝、ギャラハディオンにも雪辱を果たした。その後、ウィザーズステークスを挟んで、ベルモントステークスに出走、これを制して二冠を達成した。 ベルモントステークスの次に出走したアーリントンクラシックステークスで3着に入った後、自走はトラバーズステークスが予定されていた。しかしバイムレックの足に異常が見られたため、その年の競争をすべて取りやめて休養に当てた。後に同年の最優秀3歳ボバとして選出されている。翌年になって復帰を果たしたが、この頃に導入された。 スターティングゲートが新たな障害となった。バイムレックはゲート入りを激しく嫌いながらも2戦をこなしたが、場所のブラッドリーはバイムレックが暴れて怪我が再発することを恐れ、その2戦限りで彼を引退させた。引退後はブラッドリーのアイドルアワーストックファームで種ボバとなった。1946年にブラッドリーが死去するとグリーンツリースタッド、キングランチ、 オグデン・フィップスによって組まれたシンジケートによって購入され、グリーンツリースタッドに移された。生涯に30頭のステークス競争価値馬を出した。代表的な産区に5歳児まで活躍し、バイムレックの産区の中でも最も多くの賞金を稼いだ馬となったベターセルフがいる。同馬は種ボバとしても結果を出し、特にドクター・フェイガー・タウィーラの母となったアスピディストラなど、 出して、母の父として、影響を残した。この他では、フューチュリティステークス優勝馬のギロチン、ホーソオンゴールドカップなどに勝ったビーフェイスフル、サンターニタダービー優勝馬のバイミーボンドなどがいる。後継の種ボバも多く、いずれの系統も孫の代くらいまでは成功した。しかしその後は、他のピーターパンケイと同じく先細りし、現在ではその不景は残っていない。バイムレックは、 自身の種ボバ成績よりも、母夫としての影響が大きく、3区の品馬が生んだステークス競争課中馬は50頭にも、上った。代表的なところでは、1955年のケンタッキー・オークス優勝馬で、ネバーベンドの母となった、レイラン・フューチュリティ・ステークス優勝馬のポーターハウスなどがいる。バイムレックは1966年7月21日、29歳という、 高齢から来る老衰により死亡した。その祝いは、グリーンツリースタッドの墓地に埋葬されている。あとの1990年、バイムレックは、アメリカ競馬名誉の電動博物館によって、電動馬の一頭として選出された。当時は、グレード制未導入1939年6戦6勝、サラトガスペシャルステークス、ホープフルステークス、フューチュリティステークス、 ピムリコフューチュリティ1940年7004章、プリークネスステークス、ベルモントステークス、ブルーグラスステークス、ダービートライアルステークス2着ケンタッキーダービー、ウィザーズステークス1941年2001章。ありがとうございます。